足の芸術原野祭にお越しくださりありがとうございます。新作公演足の波パート1を始めます。2022年の7月に知床博物館の香田さんとシャリの町を散歩しました。海だったかもしれないし、陸だったかもしれない。1000年後、ここは海になっているかもしれないし、陸のままかもしれない。縄文、オホーツク、アイヌと様々に名付けられた遺跡です。さあ、未来の化石を作りましょう。私はこの飛行機がどうやって動いているか知らない。それなのに眠っていた。8月9日火曜日、足の芸術原野祭3日目。仲間と作り上げた展示、マッチの町。今は亡きスナック砂丘のマッチに対するコメントでこんな書き込みがあった。我ら学びやシャリ召喚を広く磨かん。